はい、どうも、こんにちは。沖縄おばっぱでございます。はい、パナッシャーパナポーパナポーかわいいですね。はい、お尻も上がってます。よ。おケツもかわいいですね。お尻ぽもピーンって立ってます。はい、かわいいですね。ね はーい。どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えー、よく言ってくれました。はい。えー、ワンオクのタカさんという方ですね。ロックバンドの方なんですけど、まあ私あんまりロックは聞かないんで、えー、よくわかんないんですけどね。この方。はい。えー、まあ検索したら、面白い方みたいですね。はい。えー、なんかね、えー、口当て外しよ外そうとか言ったりとかね。まあ面白い方だなと思ってね。 え、見てます。はい。えー、この方なんですけど、いろいろ話題になってるみたいですね。俺はアウトセーフとかね、えー、マスのゴミゴミとか信じませんって言ってますね。はい。えー、あなたはまともです。タカさん、あなたはまともです。はい。えー、当たり前ですよ。だって人間ですから。はい。えー、アウトセーフとかね、マスのゴミゴミって人間なんで欲がありますからね。はい。 えー、自分の欲をそりゃ大事にするでしょう。で、欲のためだったらね、えー、こうねじ曲げるようなことも言っちゃいますからね。えー、それよく分かったのが、はい。えー、まあ、ダジャレじゃありませんよ。それがよく分かることとなったのが、あの、私の番号ですよね。はい。みんなに入れ入れってね、煽っといて、えー、2万円やるからってすっごい煽ってましたよね。で、蓋を開けてみたら、 いや、間違いの嵐というね。本当こういうことやられると、まあ信用できなくなりますわなってことですよね。はい。ええー、もう、あの、ボロ出てきてますからね。セーフ。はい。アウトセーフね。ボロがボロンボロン出てきてますからね。はい。ええー、まあこれでよくわかったんじゃないんでしょうかね。あの私の番号のあのカードの件でね。ええー、当たり前です。信じられないの。 えー、あんなね、適当なことやっといて、信じられるかって言ったら信じられませんよ。これね、この私の番号のこの件なんですけど、まあ話飛ぶんですけどね。はい。えー、これね、民間企業だったら、はい、即時回収になるレベルですよ。はい。それが回収もせずにね、えー、のらりいくらりってやってるんですよね。 でもってね、えー、どんどん入れとかね、えー、保険証廃止だとかね。まあ、とんでもないことをやってるわけで、こういうのがね、信じられるかって言ったら信じられませんよね。普通の感覚で。はい、不良品を世の中に出して作っておいてね、使わせておいて、不良が明らかになったら回収もせずに、えー、まだまだご利用ししている。はい、そういった企業を、はい、 企業に例えるとすごいわかりやすいんですけどそういう企業信じられますか無理ですよねはいなのでこの高さんはいまともですまともですよこの方私本当に若い子っていうかまあ30過ぎてるみたいなんですけどそれでも若い世代ですからね若い方でこういう方がい,っぱい 出てくる言葉を本当に、まあ,あね、期待しております。はい。えー、本当ね、あのー、普通に考えたら、まあね、えー、普通に考えて、まあ政府って考えるから悪いんであってね、これ企業って考えれば、こんな適当なことやってる企業を信じられるわけないんですよ。はい。<laughs> 一言で言っちゃうとね。はい。えー、もう、く年本じゃありませんよね。 はいえー、相当ブラックだと思います企業だったらね。 えそういうことです。はい。えー、まあね、タカさんまともですよ。それをね、まあ、あの、タカ大丈夫かみたいなね、えー、心配する声が上がっているとかね、えー。私その心配してる人の方が大丈夫かって思うんですけど、あんたたち本当にこんな適当なことやってる、あのー、正の風ね、信じてるのって。<laughs> ごめんなさいね。本当にね、あのー、そう思います。 はい。えー、タカさん、非常にまともだと思います。はい、言ってることまともですよ、この方。いや、あのー、だってね、あのー、わかるじゃないですか。だって、私の番号のあのカードの件見たらね。はい。 で、まあメディアの件はね、えー、嘘も方便っていう感じで、えー、嘘も流せば本物も本当も流すということでね、いろいろマジコぜですけど、メディアの場合はね、あのー、スポンサーがついちゃってるんで、えー、お金をね、えー、もらってるんでね、やっぱり金優先なんですけどね。はい。えー、まあ資本社主義社会というのはそういうもんなんでね、もう,もうしょうがないです。はい。えー、そういったあ、いわゆるね、スポンサーに不利なことは、 あ言えないんですよ。はい。もしくは嘘をつくとかね。はい。まあ N の HK のね、あの例のね、えー、あれのね、件で、えー、よく分かってると思いますけど。はい。えー、あれもね、あの一応表向きはスポンサー国民なんですけど、違いますからね、実際ね。はい。まあそういうことでございます。はい。えー、よくぞ言ってくださいましたということです。タカさん。はい。 えー、これがまともな人の感覚だと思います。はい。えー、皆さん、あの、企業って考えれば簡単なんですよ。そんなね、えー、まあど、とんでもないカード作っといて、みんなにね、えー、お金配ってね、使わせてね。で、間違ってたら、ね、間違ってたら、はい、回収もしないで、そのままね、ご利用しする。はい。そういった企業を信じられますかっていう話です。 簡単です。はい。簡単です。私信じられません。はい。そういう企業は信じられません。はい。えー、これ、あのー、政府ですから、はい、やってるのはね、えー。そういうことです。はい。ごくごくまともな方だと思いますよ。こういう方がね、どんどん日本に増えてくると、日本もね、多分、あのー、ちょっと希望が見えてくるんじゃないかと思います。こちらの記事貼っときますんでね、Yahoo ー,ースさんです。皆さん見に行ってください。よろしくお願いいたします。 はい、パナタパナタあらゴリゴリ言ってますね。あら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 あかわいいですね、パナタね。ああ。ね、パナパナ。うん、こい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 こ。ね。